いやーきついね。早く寝たら治るかなと思ったんですけど、体めっちゃ調子いいんですけどね、声がやばい。なのでちょっと今日は初めてのリモートワークをしていきたいと思います。はい、それでは早速リングフィットを直して準備したいと思います。なんかだいぶ声が良くなりましたね。これジム行けんじゃねっていうぐらいですね、ワンちゃん。はい、まあとりあえず一旦お昼にしようかな。今日弁当もなんもないんでどうしようかな、まあ、適当に納豆ご飯でも食べたいと思います。はい、よっよっ、うい、一応仕事終わりましたね。まあ体調すごくいいんですけど、ちょっとまたぶり返しても怖いんで、今日はまた筋トレを休みしたいと思います。はい、今日も早く寝て明日に備えよう。ちょっと軽く買い物でも行こうかな。ちょっとキングダム新刊出てんの知らなかったんで買いに行きたいと思います。そう、あんま家の紹介とか全然してないですけど、一応キングダム全巻揃ってるんで、本当はねもうね電子書籍にしたいんですけども、ここまで全巻買っちゃって買い替えるのもったいないんで、キングダムとまだ全巻集まってないのは日の空か、まあ日の空は全然やってないですけど、まあこの2つは単行本で買おうかなっていう風に思ってます。まあもうあんま漫画買うこともないんですけどね。あとリアルか、リアルも単行本集めてるんで、まあこの3つは単行本で買ってって感じですね。はい、ってことで本屋に行きたいと思います。今日あれなんですよね、なんか嫁がちょっと友達と飲み行くってことで夕食なかったんで今日はすき家にしました。はい、まあとりあえず体調も治ったことだし
いい感じですね。まあスクワットも別にあんまりそんなに3日間ぐらいかな、ちょっとあんま体調良くなかったんですけど、あんまりそんなに筋トレには影響出なかったですね。はい、ちょっと腹張ってたなって感じですね。なんか動かないとすぐなんかお腹出てくる印象ありますけど、まあそんな感じで帰りたいと思います。あっつ、夜更かししたがめっちゃ眠い。そしてなんかめっちゃ地震で起こされましたね、こうやって眠い。今帰ってます。ちょっと転職して初めての残業でしたね。いやそれプラスでちょっと普段三田線使ってるんですけど、まさかのあの雷が落ちたかなんかで電車が止まっちゃったらしくて、急遽今新橋まで歩いてます。こんな遅くなる予定じゃなかったんですけど、まあとりあえずジムは行きたいと思います。今日ベンチプレスですね。まあちょっとどこまでやるかわかんないですよ。まあ、とりあえず電車乗ってジムに向かいたいと思います。一応今週も終わりということで、まあちょっと今週はちょっと先週ゴールデンウィークってことでそのルーティンとかお休みしちゃったんですけど、はい、もうちょっと
簡単に言うと遊び疲れかな。まあでもちょっといろいろ疲労が溜まっててあれだったんですけど、ちょっと風邪ひいちゃって今週は2日間ちょっと寝込んだりしちゃったんですけど、まあ最後3日間で筋トレもできてよかったかなって感じです。はい、ちょっとまたショート動画も始めて、めっちゃ再生がいい感じで上がってきてるんで、ちょっと引き続きショート動画の方も頑張っていきたいと思います。はい、ということで今週はこれで以上にしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。